はい、皆さんおはようございます。アタントの高です、今日は1月の、25日、はい、あのアルツハイマーのあれで帽子であのイタ語を勉強してまして、あのスペイン語はね数字は言えるんですよ。でイタ語がなかなか難しくて、今日は25っていうのはあのヴェインテシンクエですね。あのスペイン語だとシンコになるんですけど、ヴェインテシンコですけど、イタ語はあのシンクエとなります。はい、今日私は何を話すでしょうか。あまりいい話じゃないんですけど、まあアメリカ人枯れないなということで、 44% の、ね、アメリカ人があの不意に1000ドル払えないということです。 44% of Americans cannot pay an expected $1,000 expense from a savings。 要は金がないということです。はい、これね、昨日 の CNBC に出てました。44%、はい、要はだから不意にねお金が必要な時に金がないわけです。でこの数字がね、例えば、22年はね、43% だったんですよ。ですから若干増えてるわけですね。だからこの辺がまあ問題と。だから何が原因っていうと、当然まあインフレでね、給料上がってるんですよ。だけどインフレで量はだから実質賃金が減ってる。これはもう日本も全く同じで、日本も確か、10ヶ月かぐらい実質賃金目減りしてるんですよね。で昨日の日本のニュース見てると、経団連の会長が、いや今年も企業に賃上げを要請しますと、で皆さん前向きですというふうに言ってましたけども、結局それみんなその大企業の話でね、やっぱりその日本 の全体はね、中小企業が多いんで、中小企業が結局賃上げしないと皆さん豊かになれないわけですよ。でまあいいですよ、大企業は儲かってるから。だから実際中小企業はまだねコロナから多分立ち直ってないでしょうね。まあ、その辺が問題で、こういう人たちが実はこれ今から政治の話になるんですよ。こういう人たちがバイデン政権にまあ恨みを持つというかね、この野郎ダメじゃないかというふうに思ってるわけです。でそういう人たちがトランプに入れるんです。でそういう人なんていうかというと、これ昨日のね JP プレスにも出てましたけども、ヒラリーがね、この前私これ言いましたけど、ヒラリーがね結局インテリ英語で皆さんに嫌われたというふうに言いましたけど、彼女は何を言ったかというと、バスケットオブディプロラブル、ディプロラブルスというんですよね。このディプロラブルスというのが嘆かわしいということで、結局これ何を指しているかというと、高卒で中高年でブルーワーカーで低所得の中産下級階層、はい、そして、白人優越主義であると。でこのターゲット、まさにこれはトランプのターゲットなんです。はい、で結局そういう人たちがトランプに入れてるんですけど、まあこれもね昨日 のメディアに出てましたけど、トランプ現在77歳ね、強姦罪、人種差別主義、詐欺、選挙違反、それから国家転覆罪、国益よりも私的利益優先、軍人退役軍人の侮辱、納税不正、要は脱税ですよ、常習的な嘘つき、国家機密、これは核兵器の情報の漏洩罪、こんなにいっぱい悪いことしているのに、それでもトランプがいいのかいというのが今のアメリカで、結局それはね、だからトランプがいいんじゃなくて、バイデンが悪いからなんです。もう単にそれだけのことです。で、かたや82歳のバイデンがね、このまま勝てるかというと、まあ、そのまま行ったら勝てないんですよ。で、来週火曜日に、サウスカロライナの予備選があるんですね。で、サウスカロライナというのはニッキー・ヘイリーが元州知事をやってましたから、おそらくニッキーはここで勝つと思います。で、これで勢いに乗ってくれればいいし、選択肢がないのは悲しいことだと思うんですよ。で、
やっぱりね、今回初めて共和党でね、女性の大統領が出ても私はいいと思います。で、ニッキーと、これはね、ウォールストリートかな、ジャーナルが出してたデータで、世論調査によると、ニッキーとバイデンが戦えばニッキーが勝つというデータ、世論調査があるんです。ただしこれはウォールストリートジャーナル読むってことはかなり頭のいい人たちの調査ですから、あんまり当てにならない。で、前言いましたけど、このピラミッドのね、この下の層はみんなやっぱりトランプで言ってるわけですよ。で、何かというと、やっぱり勢い、おっみんな頑張ろうよっていう、なんかなんていう、その抽象的なね、具体、彼なんか具体的な政策とか 何もないわけです。単に、おっ頑張ろう、よっしゃよっしゃやるぞ、まあなんかそういう感じですよね。で、それにみんな、おおってついていくわけですよ。そこが私は問題だと思うんですよね。で、エコノミストが何かにも書いてましたけども、例えば欧州のね、政府はやっぱりこれ、トランプがまた大統領になるとね、例えば気候変動の枠組みからまた外れるでしょうし、で、彼は全世界からアメリカに入ってくる商品に 10% の関税、タリフをかけるって言ってますし、いろんなやっぱり迷惑なわけですよ。で、世界との協調性が彼はないんでね。だからアメリカで、さえ良ければいいっていうのが、まあそれは欧州の、政治家は嫌ってるわけです。で、日本は早くも、あ、トランプさん来れないかな、で、なんかちょっとこう近づこうとしてるわけですよね。で、カナダもそれをちょっと近づこうとしてるけど、私は今のところこれはまだ確定だけど確定ではないというふうに考えています。はい、以上です。